こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は1996年9月9日、東京都葛飾区柴又で起きた、柴又女子大生放火殺人事件について解説していくぜ。確かこの事件、今も犯人が捕まっていないのよね。その通りだぜ。霊夢、よく知ってるな。この事件は、1995年7月に起きた、八王子スーパー南平強盗殺人事件。2000年12月に起きた、世田谷一家4人強盗殺人事件の3件。いわゆる平成の3大コールドケースとして有名なんだぜ。コールドケースって、未解決凶悪事件のことだよね。そしてこの事件も発生から26年以上経つが、未だに犯人は捕まっていないぜ。この事件は捜査特別報奨金制度の対象にもなっているんだぜ。捜査特別報奨金制度？公的懸賞金制度とも言うが、2007年4月1日に警視庁が設けた、懸賞広告制度なんだぜ。犯人逮捕の手がかりにつなげるためね。懸賞金の額は100万円から300万円、最高で1000万円なんだぜ。応募期間は原則1年なんだけど、特に必要と判断すれば延長できるぜ。警視庁もいろいろ考えているのね。霊夢、この制度は警視庁が先に考えついたわけじゃないんだぜ。誰が考えたの？西部劇とかではよく出てくるけど、犯罪被害者の遺族が懸賞金付きで情報提供を募ったところ、犯人逮捕につながったことがヒントになってるぜ。どんな事件が解決したの？1982年に発生し1997年に逮捕された松山ホステス殺害事件や、あ、時効寸前に逮捕された事件ね。有名だよな。2002年に発生し2005年に逮捕された馬淵モーター社長宅殺人放火事件。この二つの事件の逮捕劇がきっかけで、捜査特別報奨金制度が導入されんだぜ。そうだったのね。民間からの案だったのね。今回は未解決事件の真相に食い込んでいくぜ。それではゆっくりしていってね。事件は住宅火災が発端で明らかになるんだぜ。ただの火事ではなかったのね。1996年9月9日16時39分、葛飾区3丁目の民家で火災発生の通報が消防署に来たぜ。18時頃に鎮火し、焼け跡から上智大学4年生、当時21歳の A さんの遺体が発見されたぜ。犠牲者は一人なのね。A さんは2日後にアメリカへの海外留学を控えていたんだぜ。上智大学は偏差値の高い大学だよね。A さんにはジャーナリストになる夢があって、国際舞台で活躍できるように日々努力していたんだ。小学生に英語を教えるボランティアサークルにも参加していたんだ。積極的で社交的な女性だったのね。焼け跡から発見された A さんの遺体には、口と両手を粘着テープで、両足をパンティーストッキングで、縛られていたんだぜ。生きたまま放火されたのかな？検視の結果、A さんの気管に火災によるすすがなかったことから、殺害後放火されたと判明したぜ。生きたままの放火ではなかったのね。この時点で不思議な点があったんだぜ。それは両足のパンティーストッキングの縛り方だぜ。縛り方？そうなんだぜ。唐毛結びと言うんだぜ。初めて聞く名前だわ。唐毛結びは主に、造園、足場組み立て、和服の着付け、舞台衣装、腰回収、電気土木工事等で使われる、特殊な縛り方なんだぜ。犯人像、浮かばないかな。唐毛結びだけでは困難だな。範囲が広すぎるな。A さんの直接的な死因は、鋭利な刃物で首を刺されたための失血死だったんだぜ。首の右側を集中的に6箇所刺され、出血多量で亡くなったんだぜ。また A さんの腕には数箇所の切り傷があり、抵抗した際の防御痕があったんだぜ。衣服に乱れはなく、性的犯行との関係はないと断定されたぜ。必死に抵抗したのね。傷の深さから凶器は刃渡り8センチ、刃幅3センチの、果物ナイフ、あるいはペティナイフと断定されたんだぜ。A さんは2階の両親の寝室で亡くなっていたんだが、父親の布団に横向きに寝かされた状態だったぜ。なぜ、お父さんの布団？そのあたりも謎のままだ。お父さんの布団と知っていたかも謎だな。A さんには夏用の掛け布団がかけられていて、両端は体の下に巻き込むように挟んであったんだぜ。しかも寝室の入り口には父親のスリッパが揃えて置かれていたんだぜ。何のために？犯人を両親の寝室に案内したの？それも謎の一つなんだぜ。腕に巻かれた粘着テープは、防御痕の上から巻かれていたから、殺害してから縛ったと考えられているな。生き耐えて抵抗しない相手をなぜ縛るのかしら。意味がわからないよな。でもまだその時は息があったのかもしれないぜ。まだまだ不可思議な点があるぜ。火元は1階和室の押し入れなんだぜ。仏壇のマッチを使っているぜ。普通証拠隠滅のために、犯行現場に火をつけるよね。1階にあったパソコンにも火をつけているぜ。
犯行現場、焼けてしまった家には謎が多く残されていたんだぜ。お金とかは盗まれていないの？引き出しが荒らされていて、1万円がなくなっていたぜ。他に洋服ダンスに入っていた預金通帳や、A さんが留学用に用意していた。リュックサックにはトラベラーズチェックや現金十数万があったが盗まれてはいないんだぜ。お金目的でもないの？何が目的なのかしら？事件の当日は午前中から弱い雨が降っていたが、午後になり次第に雨が強くなっていくぜ。15時頃にはさらに雨は強さを増していくんだぜ。火災発生の約1時間半前ね。その日お父さんは出張中で留守、A さんのお姉さんも仕事でいなかったから、家にはお母さんと A さんの二人だけだったんだぜ。お母さんは夕方から仕事があるので出かけなければならなかったんだぜ。A さん一人になってしまうのね。15時50分頃、A さんがトイレに行くために2階の部屋から1階へ降りてきて、こんなに雨が強いのに、自転車で出かけるの？とお母さんに声をかけた。これが最後の会話になるんだぜ。お母さんもこれが最後の会話になるなんて、思わなかったでしょうね。火災発生まで、あと45分ね。お母さんは A さんと一言交わした後、15時50分に仕事に出かけるんだぜ。この時、玄関に鍵はかけていなかったぜ。16時15分頃、近所の人の話では出火はしていなかったそうだぜ。火災発生まで、あと20分。16時35分、出火し4分後の16時39分に消防署へ通報しているぜ。ある調査では、着火から全焼までに20分かかるそうよ。今回の事件では16時35分に出火が確認されているからな。逆算すると16時15分には着火していることになるぜ。ただし今回内部は全焼しているが、外部は焼け落ちていないぜ。全焼とは言えないぜ。そうすると16時15分の数分後に着火したことになるのかな。どちらにしても憶測でしかないが、犯行は非常に短時間に行われているよな。そうなるわね。お母さんが15時50分に外出し、犯人が家に入り、A子さんを襲い殺害し、ガムテープとストッキングで縛った後に布団をかぶせ、物色し1万円を盗み、1階に火をつけて逃走。この間、30分前後になるな。突発的犯行なの？計画的にしてはずさんなところもあるよ。事件ってこんな風に起こるのかな？犯人が現場に残したものはガムテープと血液 A 型の血痕だけなんだぜ。凶器のナイフは現在も見つかっていないんだぜ。ガムテープには3種類の犬の毛が付着していたぜ。これは事件から15年後の2009年1月に判明したんだぜ。警察の方たちは地道な捜査を継続していたのね。この2点から犯人像は A 型の血液で、犬を数匹飼っている人物とされるぜ。犯人の DNA 型が過去に取られていないのが残念だぜ。犯人の遺留品が少ないのも、未解決事件の特徴ね。難解な今回の事件だけど遺留品は少ないが、多くの目撃証言があるんだぜ。事件当日、16時30分から40分頃、傘を差さずに現場から駅方面へ走っていく、20から30歳代の男を見た。出火した頃ね。事件当日16時頃、道に立ち被害者宅の様子を伺っていた40歳くらいの男がいた。ちょっと怪しいね。事件当日、13時頃、被害者宅の南側で自転車を乗り回す30歳代半ばの男を見た。怪しい感じもするね。事件当日、9時から15時までの間、6時間金町公園付近をうろうろしていた。白い手袋の男がいた。長時間の下見？事件の数時間前、京成高砂駅で柴又3丁目はどこですか？と男に聞かれた。なんとも言えないね。事件前日、午前5時、被害者宅付近の掲示板の近くで怒声を叫び、軍歌を歌いながら去っていく男がいた。行っちゃってる人かな？日時の特定はないが、30歳代半ば、身長160センチ、痩せ型、黄土色のレインコートと、黒ズボンの男が被害者宅を見ていた。リアルな証言が出てきたね。事件当日、16時頃、黒い傘を差し中年男が、現場に立っていた。これと似た男が、事件当日朝、京成高砂駅付近で柴又三丁目の行き方を尋ねられた。道を尋ねたのは二人目ね。事件の3日前の正午過ぎ、40歳くらいの中年男が何軒かの家に入り込み、追い出されていたり、門前でライターをいじるなどしていた。売れないセールスマンか、危ない人かな。事件当日、16時半頃、現場近くから土砂降りの中、白い手袋をした20歳代半から30歳代前半の男が、傘も差さずに柴又駅方向に走っていった。これだけの不審者情報があったのね。にもかかわらず、犯人の目星はつかないんだぜ。犯人像としては、顔見知り説、ストーカー説、強盗説が挙げられているぜ。どれも決め手がないのね。ある元公安捜査官はこう語っているんだぜ。
16時頃は意外と空き巣が多い時間帯で、主婦が買い物に行っている時間を狙う。この空き巣の手口に巻き込まれた可能性も否定できないと言っているんだぜ。確かに誰もいない時間帯になるタイミングよね。空き巣程度に考えていた犯人が、A さんに出くわし、慌てて凶行に及んだ可能性があると言っているぜ。放火は重罪と考えず、さらに勢い余ってと、素人犯罪のケースが考えられると話しているぜ。なるほどね。元公安捜査官鋭い考察ね。しかしこれも想定の世界の話でしかないんだぜ。柴又という土地柄か、下町の人たちのつながりはとても強いんだぜ。不審者がいればすぐに噂になるんだぜ。さっきの目撃証言にもたくさんの情報が寄せられていたよね。新たな情報がない中、捜査の進展もないが、警察は地道に犯人逮捕に尽力しているんだぜ。2018年9月、目撃証言に出てきた黄土色のコートを着た男の似顔絵を公開するんだぜ。事件当日、15時55分頃、被害者宅前で目撃されていた身長160センチくらいの、中肉から痩せ型で黒いズボンを履き、傘も差さずに玄関先に立っていた男だぜ。お母さんが仕事に出かけてから5分後ね。警察は2021年8月にも別の似顔絵を公開しているぜ。これも目撃証言に出てきた男なんだぜ。事件当日、15時30分頃、事件現場の南側の交差点に、黒い傘を差し立っていた。身長150から160センチ、体格は痩せ型、服装は2018年8月に公開された似顔絵の男と、酷似していたんだぜ。もしかして同一人物？そうなんだぜ。警視庁も二人は同一人物の可能性が高いと判断しているんだぜ。犯人逮捕につながってほしいね。事件が風化しないためにも、皆さんの協力が必要なんだぜ。ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。